羊飼いと狼。ある村に羊飼いの男の子がいました。毎日毎日村外れの丘で羊の番をするのが退屈で仕方ありません。ある日、男の子はみんなを驚かせてやろうと考えました。わあ、助けて、狼が来たよ。叫び声を聞いて村の人たちが飛び出してきました。みんなが丘に上がると羊はのんびり草を食べています。あはははは、みんな騙されたね。みんなは怒りましたが、男の子は面白くてたまりません。次の日も、また次の日も、狼が来たよーと嘘をつき、村人が騒ぐのを見て喜んでいました。ある日のこと、羊を狙って狼がやってきたのです。男の子は真っ青になって丘を駆け下りました。大変だ、狼が来た、羊が食べられちゃうよ。でも誰も相手にしません。誰が嘘つきの言うことを信じるでしょう。とうとう羊は全部狼に食べられてしまいました。嘘をつくのは悪いことだってよーくわかったよ。男の子は泣きながら言いました。おしまい。